こんにちは、カツとナタチヌです。今回はお互いの国についてちょっとしたゲームをしていきたいと思います。はい、日本とドイツの国際夫婦なんですけど、お互いの日本とドイツの、例えば食べ物とか、スポーツについて国の名前を聞いたときに思い浮かぶものを言っていきたいと思います。はい、はい、もしみんなもこのゲームに興味があったらコメントください、してください。はい、じゃあそれでは始めていきたいと思います。はい、最初のトピックはスポーツです。スポーツね。はい、スポーツか、ドイツといったらやっぱサッカーかな。はい、サッカーです、サッカー有名ですよ。やっぱドイツだったらサッカーの試合になるとみんな盛り上がる。マジか、もう盛り上がる。みんなはなんかスポーツの時に、家やアパートとかの自分の国のフラグ着用しています。はい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 。そしてゲームの時にもなんか一生懸命応援していて、夜だったらなんか花買ったら花火します しています。または車でもなんかビビ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 、クラクション鳴らしてね。クラクションしていますよね。すごいね。はい、そっか。じゃあスポーツだったら日本といったらなんか相撲とか、まあ、まだ相撲ね。まだ野球でも相撲最も日本らしいと思います。うん、野球も人気だけど、アメリカから、相撲、そう、アメリカからで、相撲はね、日本の国技だから、はい、昔からあるスポーツかな。そうですね、私も一回相撲を見ましたよ。え、あの、本当のライブで。はい、本当ライブです。え、そうなの、どうだった。はい、そう、面白かったですね。なんか、私は本当では、あまりスポーツについて興味ないですけど、でも興味面白くするためになんかいつも自分でゲストしていた誰が勝ちますか、あの人、あ、どっちが勝つかとか、あ、どっちが勝ちますとかは、だいたいいつも正しかったね、私は。すごい占い師みたいな。そっか、ギャンブルしましょう。いやいや、これダメ、ダメダメダメ、これは言ってダメ。次は料理。料理、日本だったらなんか寿司とか、みんないつも寿司ね、有名と思う、世界では有名だと思います。ちなみに日本でも寿司食べたよね。はい、あ、はい、ドイツとやっぱ違うかな。マジか、違います。まあ、ドイツでもなんか美味しい寿司があるんですけど、日本の同じじゃないですよ。はい、もっと美味しい。もっと美味しいです。そっか、マジか美味しいです。はい、そうね、ドイツといえば料理ね。まあソーセージかな。うん、やっぱり。やっぱり。ドイツイコールソーセージとビールみたいなところあるからね。はい。うん、どのぐらい違いますか、日本のソーセージとドイツのソーセージは。そうだね、なんか日本のってあんまり大きくないじゃん。でもそう、ドイツ行った時にそのスーパーマーケットとかで売ってるソーセージの大きさにすごいびっくりしたよね。すごいでかいし暑いし、種類もすごいね。種類なんか2000以上。2000以上あるの。絶対あると思います。すごい。でも一番美味しいソーセージはドイツだったらなんかシーローのソーセージ、このみたい。とてもおすすめますよ。とても美味しいです。おすすめます。ブレッツと一緒に、あ、ブレッツェルも美味しいね。はいはい。今回ドイツになんかあのシーローソーセージとブレッツェルと食べましょう。食べよう食べよう。またはラオゲンシュタンゲ。何それ。なんかブレッツみたい、でも形はバゲットみたい、短いちっちゃいバゲットみたい。ラオゲンシュタンゲとシーロー。私もなんかあのソーセージの名前忘れたのでここで書きます。はい、次のは言葉です。あ、言葉ね。はい、ドイツといえばの言葉。はい、ドイツといえばの言葉だったら、まあ、これも最近知ったんだけど、リュックサックとか、アルバイトとか、ね、なんかリュックサックとかって日本でもよく使う言葉なので、すごい、そうそうそう、カバンだと思いました。そう、カバン、リュックサックってよく言うんだけど、英語からかと思ってたら、ドイツ語なんだよね。リュックサック、ドイツ語ではリュックサックです、ね。あとアルバイトも日本だったらその時間制のバイトの意味だと思うんですけど、ドイツだったらそのアルバイトで
普通の仕事、はい、40時間とかの仕事ですよねを意味するらしいです、はい、じゃあ、はい、言葉、日本の言葉ってある？何かいっぱいありますね。あ、そう、いっぱいいっぱい。例えば盆栽、盆栽ね、盆栽と津波、あ、津波ね、折り紙、折り紙も、うん、忍者、まあ日本では忍者でもドイツ人は忍者と言います。あ、忍者もそうなんだ。侍とか、侍ね。あとはまあいろいろな食べ物、寿司、うんうん、うん、そっか、ドイツでもやっぱみんな使うんだよね。はいはい、うん、あとアニメと漫画は一番に、あ、アニメと漫画ね若者以上のなんか、うん、そっか。次は町、町、町ね。ドイツの町だったら、ドイツだったらやっぱりベルリンかな。ベルリン、ベルリンはやっぱ社会の授業でも、はい、ベルリンの壁でやっぱ習って。あ、日本でもみんなベルリンの壁について、うん、みんな知ってるよ。知ってますか？教科書でも出てくるから。あ、すごい、ベルリンの壁はすごい有名。すごいすごい、うん、うん、ちょっと暗い歴史ですよね。うん、うん、日本だったら、まあ、東京ですね。ベルリンみたいなのが東京。どっちとも首都だもんね。はいはいはい、だからですね。あと、あ、はいはいはい。東京以外だったらどこしてた？日本来る前は。あ、京都とかかな。あ、京都ね。大阪、埼玉、全部アニメから。あ、アニメから学んだ。あ、そっか。アニメすごいね、やっぱ。あ、すごいですね。あ、すごいです。うん。あと富士山、富士山は町じゃないですけど、町じゃないけど山の名前かな。あ、でもめちゃ人気ですよ、うん、人気だよ。なんかみんなが日本の富士山してます。うん、そっか、ね、はい、次は会社です。会社か、ドイツっていろんな会社あるよね。うん、もちろんかな。やっぱいろいろあるけど有名なので言ったらフォルクスワーゲン。フォルクスワーゲン、うん、早速私の達が車の会社知ってます。うん、フォルクスワーゲン。ドイツ行った時も思ったけどフォルクスワーゲンすごい多いよね。うんうん、みんな乗ってるよね、フォルクスワーゲンと BMW とか。そう、フォルクスワーゲン、 BMW、 ベンツがすごい多いよね、うん、ドイツの中でも。日本の有名な会社ってどこかな。三菱だと思います。あ、三菱ね。三菱、なんかいろいろな技術、うん、テレビとか、うん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 、やっぱドイツ人の方でも使ってる人多い、三菱とかの。あ、三菱製のもの、はい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 、うんうん、使ってる。まあいろいろな日本製のものを使ってるよ、みんなは。へえ、例えば、うん、まあ、テレビとか。はあ、私なんか急に覚えません。電化製品ね。ああ、そう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 、三菱だったでしょ。うん、はい、じゃあ大丈夫ですね。うん。そっか、じゃあ次は伝統行事。伝統行事、うん、文化的な行事、これ難しいですよね。いや、でも、はい、ドイツといったらもう自分の中で思い浮かべるのはクリスマスかな、やっぱ。ああ、クリスマス、うん、ああ、そうですね、クリスマスマーケットか、うん、クリスマス時間。なんかやっぱクリスマスマーケットってすごい有名なイメージあるんで、うん、やっぱあれ、はい、クリスマスになったらドイツ国内では盛大に盛り上がるみたいな感じかな。はい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 、うん、めっちゃ素敵な時間です。うん、一回行ってみたいね。はい、うん、一緒に行こう。うん、一緒に行こう。ちょっと寒いですけど。日本だったら、まあ、私は多分一番最初に知ってたは夏祭り、はあはあはい、今でも行ったことがないので今回絶対行きます。うん、今年行けたら、はい、ね、行きたいね。綺麗な着物で行きたい。そう、着物がメインだよね。うん、お祭りもだけど着物着てお祭りがやっぱ、はい、着物や浴衣ではじゃなくたら、なんかこれは夏祭りじゃないあ、そうみたいなのかな。いやいやいや、うん、なんか、うん、じゃあ今年はぜひ浴衣着て夏祭りに立つも一緒に一緒にですよ。わかりました。一人行かない。次は有名な人です。おー、有名な人ね。うん、難しいかな。日本人で誰かわかる有名な人。まあ、安倍晋三。安倍さん。安倍さん、
わかる？安倍晋三大大？うん、総理大臣。あ、総理大臣。知ってるんだ。うん。ポリティカル、政府人。うん。うん。はい。そっか。政治家の人以外だったら誰かわかる？宮崎駿、ジブリ作っていた人？ああ、ジブリを作った人。宮崎駿さん。はいはいはい。ああ、やっぱ世界のジブリだけあってやっぱ有名なんだね。はい、私も子供の頃にテレビに、ドイツ語でのジブリ映画見ていましたよ。ドイツ語もあるんだ。はい、もののく姫様は一番初めて出たってめちゃ怖かったです。何が一番好き？あ、ジブリの中だったら、ああこのししあ日本の名前わからないけど、ドイツ語ではダシロスエムヒメ、なんか空では白あります。うん、何だっけ、だった白はウィフロボタ、ハウルの動く城。ノノノノノ、空では白だった。キャッスル、ハウルの動く城。ノー、空で、空で、いや、インスカイです。天空のラプター。あ、ラプター。いや、ラプター、ラプター with the neck、 この青色のアクセサリーめっちゃ黄色してる、うん、ラプター。ああ、これは好きと思う。めっちゃ悲しいですけど、あのロボットが死んでしまいます。うん、じゃあ、あ、まだ立つのは好きな自分ジブリムービー。あ、ジブリ、yeah. 有名な人じゃなくて。あ、まず好きなジブリの映画お願い。ジブリの好きなもの、千と千尋の神隠し、わかる？ああ、千尋、わかる、わかるわかる。あれが一番好きかな。うん、私は多分子供の時にあまりジブリ映画わからなかったですね。なんか意味、なんか2回目見たら本当の意味わかりました。あ、うん、ちょっと難しいところあるもんね。そうでしょう、うん、はい、じゃあ有名な人は？ドイツ人の有名な人は、うん、アインシュタイン。アインシュタイン、おお。アインシュタインは確かドイツ生まれ、うん、だったよね。はい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 、ね、ドイツに生まれました。で、あれね、相対性理論とかを、はい、その後アメリカに引っ越ししたと思います。ね、そうです。じゃ次は、うん、医療品。おお、ほほほ。医療品、ドイツだったら、自分もすごいスポーツ好きなんでいつもお世話になってるんですけど、アディダスとプーマ。ああ、え、プーマも？プーマも、アディダスもプーマも。知らなかった。ドイツから、ドイツ発祥。あ、日本だったらもちろん着物、浴衣。あ、着物ね。はいはいはい、着物。文化的な。はいはいはい、ね、次は飲み物です。飲み物といえばもうドイツはあれしかないでしょ。ビール。あれしかないでしょ。ビールですよ。ビールでも本当多いよね。なんかスーパーマーケット行ってもすごい多いし、うん、あとドイツだったらビール安いよね。安いですよ。スーパーのビール安いですよ。いくらぐらいかな。すごい安い。あ、なんか缶であったら多分100円以下とか。100円以下。あ、めちゃくちゃ安い、ね。ビールの種類によりますよね。うん、でもガラスのポンでもありますよ。うんうんうん。うん、2000種類以上ありますよ。ね、すごい多かったよね。ビールだらけ。うん、はい。日本だったら、まあ私はなんかみんなはお酒、日本酒知ってる、うんうん、または私はカルピス。カルピスが好き。カルピス好きです。確かによく飲んでるもんね。うん、好き、うん、健康。健康。いやいや、言わなくてもいいですね。やめときます。私はまだ飲み楽しむために。でもドイツにはやっぱカルピスみたいな飲み物ないの？ないと思うですね。ないかな、うんうん。あ、ちなみにちょっと聞きたいんだけど、日本のジュースとかソフトドリンクってどう？なんか自販機で手軽に買えるじゃん。はい、どこでもあるので。クオリティはどう？あ、美味しいですね。美味しい美味しい。安くて美味しい。安くて美味しいよね。時々に変な種類もあります。あるの？あ、いっぱい種類ありますよね。じゃあ最後は伝統工芸品。伝統工、おお、日本だったらなんか畳。畳ね。畳、そして刀と包丁。包丁、目、なんか日本の包丁はとても有名と聞きました。うーん、あ、
畳とかね、確かに畳とかないよね、ドイツ行っても。ない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 。どう、畳の感じは。畳はなんかとてもいい匂いしてると思います。だよね。でも歩きはなんか気をつかないと怖い。滑る。はいはいはい、大変ですね。ドイツは。ドイツはあれや、鳩時計。ああ。鳩時計ドイツだよね。はい、ですよ、ですよ、ね、ですよ。ドイツ1700ぐらいに作ったものと思います。クッコックスウォーですよね。クッコックスウォー、クッコックスウォー。おお、なんかドイツ語勉強したい。ドイツ語難しいもんな。上手でした。はい、じゃ最後にお互いの国の印象についてちょっと話してみたいと思います。おお、はいはい、どうだった、日本の印象はどう。まあ、日本と言われて、はい、まあ、日本って聞いて思い浮かぶもの。日本と聞いたらなんかいろいろなイメージがある。でも一番高いのイメージは、特に東京、とても技術的な国言われていますよね。そして日本人はとても優しくて静かし、ポライト、really polite。あ、綺麗な綺麗な国、ゴミとかがない、ないです。うん、あとゴミ袋もどこでもないです。よく言ってるもんね、はい、道歩いてたら日本綺麗って。はいはい、なゴミ袋なくても綺麗です。すごいです。やっぱすごい、すごい、うん、いいと思います。ドイツだったら、まあ、ドイツか。ドイツはやっぱり医療、医療、うん、医療、医学、おお、医学がすごい国っていうイメージと、あとはまあ働き方とか、うん、ライフスタイルとか、まあ、あとは残業、日本のみたいな残業がないですね。うん、そう、なんか働き方もそうなんだけど、なんかそのプライベートの時間もすごい大事にしてる印象かな、はい、みんな。はい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 、とても大事ですね。なんかみんなすごい趣味が多いよね、はいはい、ドイツ人って。なんかそんなイメージがあるかなって。あ、みんな何の趣味してると思う。みんなの趣味はバイク乗ったり、 あとそうだね、自転車とかね、自転車キャンプしたりとか、うん、ね、なんか結構アクティブだよね、はい、みんな。はいはい、ハイキングとか、ハイキングしたりとか、散歩、森の中の散歩、山登りとか、うん、そうですよね。ドイツがこれ大好きと思います。なんかプライベートの時間をしっかり充実させてるような印象がやっぱあるかな、ドイツ人は。いいですよね、うん、ドイツ人。はい、はい、ということで今回はお互いの国の印象について話してみました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。